こんにちは、あかりんことラストあかりです。さあ、今日はですね、テンションが高いんですよ。なんでかって言いますと、なんとなんと、こちら、ジバンシーさんとのコラボ動画になりまーす。で、なんでまた急にジバンシーさんと、あかりって感じでしょ。そうなんですよ。あのね、私、ジバンシーさんで、もう毎日メイクとか、もう雑誌とかでもめちゃくちゃしょっちゅう紹介しているジバンシーさんのランタンプレールブロッサムクリームコンパクトっていう、こちらの商品ね、めちゃくちゃ使っている、多分皆さんもご存知だと思うんですけど、私がもうめちゃくちゃ好きっていうのをこう動画とかで言いまくってたんですけど、そしたらそれがなんとジバンシーさんの耳に届いたようで、こんなにもたくさんジバンシーさんからコスメをいただきました。ありがとうございます。嬉しい。ということで今日はですね、こちらのいただいたジバンシーさんのコスメを使って春にぴったりなピンクメイクをやっていきたいと思います。嬉しい。それでは今日もいきますよ、赤いの女子力動画スタートです。わーい。さあ、ということで早速やっていきたいと思います。もう一番すっぴんから始めていきたいと思います。いやー、自分でさ、こうデパコス縛りっていうのはこうなかなかできない。ましてやジバンシーさん、ちょっとね、贅沢すぎるからなかなか自分ではできないから、もう今日はとっても贅沢な動画ですね。はい、じゃあまず初めに使っていくのが、もう私の大好きな大好きなこちらでーす。ジバンシーランタンプレールブロッサムクリームコンパクトでーす。こちらですね、保湿をしてくれる、まあ、クリームになってるんですけど、私は下地として使用しています。メイク前のめちゃくちゃ保湿力が高くて、あとすごい血色感を与えてくれるのと、あとツヤ感も与えてくれるし、気になる毛穴とかの上に塗るとすごいツルッとするというか、美肌に見せてくれるので、その後のファンデーションとかもすごいノリがいいのでよく使ってます。メイク直しする時とかもこう塗ると保湿もできるしっていうので、メイク直しコスメとしてもすごく使用していますね。開けてみるとこんな感じでマーブルになってて、クッションファンデみたいなバフがついてます。これをこうすくうような感じにこう取って、こう伸ばしていくんですね。ちょっとこっち半分だけ、あ、ほら、もういつもよく両電ってやつ。私これ2個目突入しました。下地とか私すごいなんかいろいろ使ってみたいから変えるタイプなんですけど、これに関しては良すぎて塗るのが簡単で時短なんですよ。結構ジバンシーでも人気商品みたいね。あれなんで、お店行ったら欠品してたりとかするから。でもね、私の周りであんまりまだ使ってる人見たことないから、本当にこれの良さに気づいてない人にはめっちゃ使ってほしいってめっちゃ思ってる。これなんかもうコラボ動画やから嘘っぽいとか思わんといてほしいんだけど、本当にいいんですよこれ。めっちゃ手軽だしね。はい、今こっちだけ塗りました。じゃあこっちも塗っていきます。もう乾燥肌の人とかはすごいいいかもしれない。はい、これで下地完了でーす。じゃあ続いて今回初めて使わせていただきます。こちらジバンシーのタンクチューエバーウェアリキッドファンデーションで、私は P の105番ですね。こちらのファンデーションは朝から晩までお直し不要のロングラスティングのファンデーションだそうです。で、ウォータープルーフ処方なので皮脂とか汗とかにも強くて、潤いをキープするテクスチャーが綺麗なセミマット肌を叶えます。ありがとうございます。セミマットが一番好き。私出してみましょう。ちょっとね、私ピンクっぽいお肌の色味のものを選びました。で、今回はこちらのブラシ、なんとハート型で可愛いブラシになってます。こちらのブラシを使って塗っていきたいんですけど、このブラシはですね、こちらのファンデーション、タンクチュールエバーウェアファンデーションのために設計されたブラシがしっかりとこうフィットさせて均一な仕上がりを叶えてくれるそうです。で、このなんでハート型になってるかって言いますと、この先端の部分で小鼻や目の下を簡単に塗布できますって書いてるから、やってみたいと思います。すごい、しっかり綺麗についてくれました。あ、おお、塗りやすい。これはすごい柔らかいし、薄く綺麗に、めっちゃ綺麗にカバーしてくれるかも。あ、なるほど、先端の部分でこの小鼻の周りをねやるんですね。え、めっちゃいいかもしれへん。ファンデーションも普通にいいし、色味もバッチリやったわ。これはファンデーションの色自体がちょっとピンクっぽい感じなので、すごいピンクメイクにも合うかなと思ってるのと、すごいこのブラシの形が天才的ですね。めっちゃ塗りやすい。今こっちだけ塗ったんだけど、すごい薄付きに綺麗についてないね。で、この小鼻の周りとかもすごいこの先端を使って塗りやすいんですよ。この目の下とかも。これは素晴らしい。これは時短ですね。めっちゃいいよ。今まで使ってきたファンデーションの中で一番色味が肌に合ってるかも。ありがとうございます、ジバンシーさん。うん、鬼塗りやすいってやつ。やばい、感動もんやで、これは。
このブラシ良き。若干だけじゃあちょっとスポンジで余分なのを取っていきますね。めっちゃ綺麗なファンデーションの付き、どうですか？素晴らしい。これはファンデーション私結構少量でいくタイプなんですけど、薄付きだしめっちゃ綺麗にカバーしてくれるし、乾燥もあんま気にならないから、なんか嬉しくて今日全体に塗っちゃった。でもなんかそれでも厚ぼったく見えない感じが素晴らしいですね。これはちょっと毎日コスメに入れるな。続いてコンシーラーですね。でもねファンデーションが結構しっかりカバー力あるから気にはならないんですけど、でもせっかく入れてくださってたから若干だけこのクマ隠そうかなと思って、ジバンシーのタンクチュールエバーウェアコンシーラーです。12番のから使っていきます。あ、面白いんですよこれ。そうそう、チップの部分が斜めカットになってるんですよね。かなりカバー力の高いコンシーラーになってるみたいなんです。結構少量でいこう。これもロングラスティングコンシーラーと呼ばれるものらしいので、あ、でもいいカバー力、熱くなくていいですねこれも。さあ続いてはジバンシーのプリズムリーブルパウダーですね。ルースパウダーになります。私は7番のカラー使っていきます。これはいつもお店で見て気になってた、なんかいろんなカラーが入っているパウダーなんですけど、こんな感じでいろんな色のねパウダーが入ってるんですよ。この7番のカラーは結構ピンク色が多めですね。でも若干グリーンっぽい色も入ってたり、ベージュっぽい色も入ってて、で綺麗なパールが入ってるのでちょっと楽しみですね。パフで本体にケースを押さえながら上下にシェイクして塗っていくそうです。これ前から私気になってるんですよね。あ、でも絶妙なパール感ですね。こうギラギラしすぎず、全然そのピンクがめっちゃ出るって感じなく程よい感じです。これでベースメイク完成ですね。かなりこうセミマットの綺麗なお肌作りができたんではないでしょうか。さあ続いてはこちらプリズムブラッシュの4番使っていきます。チークですね、4番のカラーですね。こちらのカラーは強さと柔らかさの絶妙なバランスを表現したナチュラルハーモニーっていうカラーみたいです。この2色をこうしっかり混ぜて使ってもいいし、縦で混ぜてもいいしってい う, こう自分の好きな組み合わせで使えるチークみたいですね。ジバンシーのチーク発色よくて綺麗なんですよね、まあ、ほんのりふわっと入れようかな。目元と口元にポイントを置きたいんでふわっと入れます。あ、いい色、ピンクすぎず肌なじみが良くてとてもいいカラーですね。じゃあ続いて眉毛こちらです。アイブロウペンシル01番使っていきます。私としては珍しい鉛筆型ですね。こっちにもちゃんとスクリューブラシがついてる。あ、描きやすい。え、なんか全然ちゃんと発色されるんですね。なんか最近さ、ママにさ、あと眉毛しっかり描きって言われるからちょっとしっかりめに描こう。なんかコメント欄とかにあかりんの眉毛苦手ってあるけど、眉毛苦手って言われることないやん。あかりんの顔苦手とかだったらわかるけど、眉毛苦手って言われるのはマジ自分に問題しかないから、ちょっとちゃんと描けるようにならないとと思って最近。いい感じ、しっかり描けました。結構目とかはこうピンクでふわっと仕上がると思うから割としっかりめに描きました。で、ちょっと全体にピンクっぽく統一感を出すために眉毛にもチークをブラシで重ねたいと思います。細めのブラシにとってちょっと重ねて間を埋めていきます。こうすることによってね、全体の色味の統一感が出るので、ピンクのパウダーとか買わなくても春っぽいメイクは楽しめますよ。はい、眉毛はこんな感じです。続いてはピンクメイクでは結構重要になってくるこちらのアイシャドウを使っていきたいと思います。プリズムアイズカルテット使っていきます。1番のカラーです。こんな感じのカラーです。かわいいですね。じゃあまず全体の目元を明るくするためにこのシャンパン色を使っていきます。アイホール全体に塗っていきます。で、目の下の涙袋も塗っていきます。すごい全体がパッと明るくなるカラーですね。そしたらこのピンクっぽいカラーを指にとってポンポンポンと二重幅に塗っていきます。ピンクなんですけどカラーがちょっとくすんでるカラーなので、あんまり腫れぼったく見えなくて使いやすいかも。で、このシャンパンカラーを下に塗った方がよりピンクの発色が分かって綺麗に塗れますね。で、ちょっと細いブラシにとってピンクのカラーを目の下の際も囲んでいきます。このさりげないほんのりピンク可愛いですね。かなりでも囲む時は結構目尻側を濃くのせますね。で、さっきのシャンパンカラーをもう一回筆にとってここにちょっとくの字に入れます。
そうすることによってこう大きい目に見えるし、目元も明るく見えるので、この目頭のところをくの字に明るいカラーをのせますね。で、若干引き締めるためにこっちのちょっとピンクがかったブラウンをうっすら取って、この目の下の際3分の1に入れていきます。でもなんかこのねブラウンもねめっちゃ発色するわけじゃないので、ほんのり入れる程度でちょうどいいかも。柔らかい発色ですね。アイシャドウこんな感じです。そしたらアイライン、コールクチュールウォータープルーフの02番使っていきます。ちょっとジェルっぽいアイラインで、すごい柔らかいです、このアイライン。まつげの際埋めていきます。で、際埋めたら若干こう指の先を使ってふわっとぼかします。今日はなんかアイライン感を出していかない感じでいきますね。で、目尻の方だけ若干延長で描いておきます。最後爪でこうピッてやるといい延長ラインが描けます。そしたらマスカラですね。ノワール・アンテルディの1番のマスカラです。これめっちゃ気になってたんですよね、私。すごいんですよ、このマスカラ。まあ普通に開けるとね、開けた時点でなんか違うじゃないですか。このマスカラのね、このブラシの部分が角度変えれるんですよ、こうやって。面白くない？なんて新発想。あ、すごい、地まつげ活かしてくれるタイプのやつや。ハッサーって伸ばしてくれますね。角度変えるとこういうさ、いつもなら塗りにくいこの際の部分にも塗れるっていうね。マスカラ完成です。ふわっふわになってなんかパサパサって感じでいい感じですね。はい、アイメイクこれで完成です。で、最後リップになります。リップはですね、なんとこのねもう発色もいただいたんですけど、ローズパーフェクトというね、こんな感じで見た目がすごいおしゃれなんですよ。ここレザーの素材になってて、持ってるだけでまあおしゃれなリップって感じなんですけど、発色とりあえず皆さんにお見せしたいと思います。じゃあここに順番に塗っていこう。じゃあまず000番、こんな感じのカラーでほぼ透明に見えるんですけど、若干青ラメが入ってます。色味自体もほぼわかんないと思うんですけど、ほぼ透明に近いから普通に下地として塗れますね。じゃあとりあえずこれを下地で塗っておこう。私はこのね、ローズパーフェクトは鮮やかな発色、潤いと唇のケアを同時に叶えてくれるタイプの万能リップバームなんですね。で、塗り心地としても唇をケアしてくれてるのはしっとりとした塗り心地になってます。で、プランプアップ効果もあるみたいなので、ちょっと唇がぷっくりする効果がありますね。でも塗り心地はすごくしっとりしてる。わかるかな？若干青ラメが入ってます。続いて、101番。はい、こちらのカラーでーす。ちょっとピンクっぽいラメが入ってますね。グレーズドベージュといったカラーです。こちらも若干ピンクのラメが入ったカラーになってます。これぐらいのすごいお上品なカラーですね。さあ、続いてこちらが201番のカラーでーす。このカラーはタイムレスピンクといったカラーですね。ちょっと青みと白みのあるピンクですね。可愛らしい春らしいカラーになってます。さあ、そしてがっつりピンクの202番のフィアレスピンクですね。鮮やかなフューシャピンクですね。こういった感じのかなり発色のいいカラーになってます。さあ、続いてレッド系になってきましたよ。301番のスージングレッドです。すごい使いやすそうな赤ですね。シュアカみたいな色ですね。このレッドですね、すごい日本人の肌に合ってるよっていった感じの赤みたいです。さあ、続いてすごい鮮やかなオレンジですね。302番のソーラーレッドですね。オレンジレッドですね。だからがっつり結構まあオレンジ色に近い感じのカラーになってます。発色がいいですね。かわいい。夏場とかすごい使えそう。さあ、続いて303番のウォーミングレッドといったカラーです。大人っぽい赤ですね。ちょっと青み系のレッドなんで、ちょっと本当にエレガントな大人っぽい印象になると思います。下手くそかって感じで、なんか斜めってる。さあ、最後、あ、これはちょっとキラキラが入ってます。304番のコズミックプラムといったカラーですね。へえ、これはどんな色なんだろう。あ、使いやすそうなパープル系のカラーですね。若干ピンクラメが入ってるんですけど、全8色こんな感じのカラーになってます。どのカラーがお好きでしたか？どれも発色が良くてすごい綺麗なカラーが多かったですね。で、ティントとかではないんですけど、さっとティッシュで拭いたぐらいだと若干色味も残ってるから色持ちも良さそうですね。でも今回はピンクメイクだからピンク系を使いたいから、どうしようかな。なんかでも久々に結構がっつりピンクみたいなの使いたいなと思ったので、ちょっと2色を混ぜて贅沢にやっていきたいと思います。じゃあ使っていくのが201番のタイムレスピンクといったカラーですね。こちらのカラーをまずベースに塗っていきたいと思います。春っぽい
結構白身系のピンクなので若干オーバー目に塗っていきます。可愛いですね。でこれを塗ってからこちらの202番のフィアレスピンク中心に重ねていきます。全体にこの色塗ったら結構パキッとした感じが出るけど、中心に塗るとじんわり感が出て可愛いかなと思ったので、すごい可愛い色味になりましたね。このグラで可愛い。おいい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 。一番最初に塗ってたこの000番の青ラメがいい具合に効いて可愛い。でこれでメイクは完成なんですけど、いただいたものでのメイクは完成になるんですけど、これ全然個人的なやつ、ジバンシーさんに伝われということでこちらのサンクチュールシマーパウダーの01番、こちらのハイライトなんですけど、今日はこれを最後に塗っていきます。鼻筋と目頭とここ。これ限定ものなんですよ。でもう結構前に発売されたやつで、間に合ってお店でゲットできたんですけど、すぐなくなっちゃって、でもめちゃくちゃ良くて、私このハイライトなくなったらどうやって生きていこうって思うくらい大好きなんですよ。このハイライトがすごい肌を綺麗に見せてくれるハイライトって、このジバンシーのやつが一番すごいなって思ってて、これが限定なのがすごい悲しくて、私のファンの人も使いたいって言ってる人めっちゃいるんですよ。だからいつかぜひ限定じゃなく普通の商品にしてくださいっていうお願いを込めて最後これつけました。本当にいいからこれ限定じゃなくしてください、お願いします。以上でメイク完成なので、ちょっと髪の毛セットしていきたいと思います。ということでメイクはこれで完成でーす。はい。でまあポイント整理していく前にちょっと一つお伝えしたいことがあるんですけど、なんと4月18日から4月21日の間に阪急梅田本店9階の阪急梅田ホールで行われているイベントで、じゃじゃん、見えますか？こちらこんな感じで刻印ができまーす。でこのピンク色のカラーと、あとオーロラのカラー、あともう一つシルバー、3色の好きなカラーで刻印ができるそうです。私もこの刻印済みでプレゼントしていただいたんですけど、可愛いよね。ピンクも可愛いけど、このオーロラめっちゃ可愛くない？こういう刻印とかあるとさ、こう自分だけの特別感だったりとか、こうお友達にプレゼントする時とかにはすごいいいなって思うし、まあ、リップ変えるだけでだいぶこう季節感っていうのは出るので、ぜひこれを機に阪急梅田に行って、ぜひこちらの刻印入りのリップゲットしてみてはいかがでしょうか。はい。ということで、まあ、その刻印のお知らせもしたところで、メイクのおさらいしていきたいと思います。まず肌作りですね。ベースメイクはもう普段からすごい保湿を気にするんですけど、ジバンシーさんの商品はすごい保湿に特化しているものがすごく多くて、こちらのランタンプレルブロッサムは本当に手放せない私の大好きな商品なんですけど、これはまあ年がら年中使っていきたいなっていうのと、このファンデーションもセミマットなんですけど、全然乾燥することなくすごい綺麗にカバーしてくれるので、めちゃくちゃいいなと思って毎日メイクのポーチの中に入れようと思いましたね。これはすごい良かったです。あと眉毛ね、全体のピンクメイクっていうのを統一するためにチークを眉毛に塗ってふわっとピンク色にしたのが今回のポイントですかね。全体的なちょっと色味の統一感っていうのはカラーメイクする上ですごく大事なので、眉マスカラとか追加しないといけないとか思うんじゃなくて、あるものでできるっていうのをちょっと伝えたくて今日はさせていただきました。でアイシャドウもピンクだから腫れぼったく見えるかなっていう方もすごい多いんですけど、結構明るめのピンクを使うときは若干くすんでるものとかを選ぶと腫れぼったさは軽減できるかなって思いますね。私はこのピンクはすごい、そういう意味では肌にもすごく合ってて良かったです。でリップで今回のポイントは、薄いカラーでオーバーリップにして濃いカラーを内側に入れることによって、こうちょっと贅沢なグラデーションリップを作るっていう感じにしてみました。一色ポテって塗るのももちろん可愛いんですけど、こうすることによってちょっとこだわったメイク感が出ておしゃれな感じが出せるかなと思ってやってみましたね。でもこの色の組み合わせが本当に可愛かったのですごくおすすめです。カラーメイクする時のポイントは、だいたい目元とチークとリップでどこに色をしっかり強調するかっていうので決まってくると思うんですけど、目元とリップを強調したいのであればチークは必ず抑えるべきだし、3つとも欲張っちゃうと結構きつい感じになっちゃうので、どこかで引き算しながらやっていくのがポイントかなっていうふうに思います。はい。ということで今日はですね、大好きなジバンシーさんとのコラボ動画でした。ただただ好きっていうのを伝えてきただけだったんですけど、これが YouTube を通してジバンシーさんに伝わって、こういったお仕事としてこうコラボさせていただけるっていうのは本当にすごい嬉しいことですし、テンションがすごく上がりました。どれを使ってもいい商品がいっぱいあったので、これからもちょっといろんなジバンシーのコスメね試していって、またいいの見つけたいなって思いますね。
ということで、今日も見ていただきありがとうございました。この動画が良かったと思った方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。皆さんもぜひ、ピンクメイクやってみてください。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんことしなあかりでした。バイバイ。